はい、今日は2014年度ですね、管理業務主任者に合格されました早川様にお越しいただいております。今日はどうもありがとうございます。はい、よろしくお願いします。でまずですね、早川様自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、私早川紀彦と申します。現在55歳でございます。4月でもうすぐ56歳になります。仕事の方は現在株式会社クイックという情報提供サービス業に勤務しておりまして、長年総務部を担当しております。まあ、主な業務としては、営善、福利厚生、庶務、防災、それから、社員の安否、まあ、そのようなことを、幅広く手掛けて、おります。で、じゃあ取ろうと思った時に、まあ、本屋さんで本買って読書するとか、まあ、学校はまあないことはないんですけど、まあ、それだけありますけども、あと通信教育ありますけど、どうしてこの通信教育で勉強されたんですか？そうですね、と実は私3回目なんです、今回。はい、はい、で、まあ、独学で過去2回やったんですけども、はい、やはりなかなかですね、そのペースメーカーがつかめなくて、うん、今自分がどこを勉強しているのか、うん、何をこう目標にしてやっていいのかとかってなかなか見えなくて、うん、で、まあ、通学も考えたんですが、やっぱりちょっと費用の問題もいろいろありまして、うん、そういった中で御社、フォーサイト様をですね、うん、まあ、出会いまして、あ、これならですね、DVD もあるし、うん、まあ、科学的にもリズムだということで、じゃあちょっとこれ3回目やってみようかということで、1年前の2月に、ね、申し込みました。で、実際教材お申し込みいただきますと、結構な量の教材がいろいろありますけれども、はい、この中で一番良かったのはどれだと思いますでしょうか？もちろんテキストが、はい、すごく分かりやすくて、もちろんカラーということで、はい、ただちょっと薄いかなという気はしたんです。でもこちらのフォーサイトで学ばれた方の合格体験記を読んでると、うん、とにかくこの薄い教材でもこれを、うん、しっかりマスターすれば合格でできるという、うん、その言葉を、私も信頼しまして、はい、そこに掲げてみました。うん、ノートありましたね、はいはい、あれにですね、今回初めてですね、問題をですね、回答を、こう自分でとも手書き、とにかく必死に手書きをして、その体で覚えた。だから従ってただの、まあ、ノートなんですけど、もしあれが覚えてこなかったら、ただその今までと同じ 目と耳だけの勉強で終わっていたのかなと。そこに書くという作業が加わったというのが大きかったかなという今から思うと感じますね。はい、やっぱりどうしても管理業務とかマンション管理職系の方は年齢の方が高い方が多いですので、はい、まあ、やっぱり聞いたり見たりするだけではどうしても終わらないという方が多いので、はい、今日もこう何か聞いてるんですけど、あれでやっぱ書いて覚えたという方が非常に多いですね。はい、そうかと思いますね。はい、あとそのテキスト、皆さん薄いって言われるんですけど、まあ、確かに市販の本でもうちよりはるかにみんな分厚いですからね。うん、で皆さんあれを見て、えってこう、特に今までこう本で勉強されているとこれ大丈夫ってなるんですけれども、あれでも覚えるのは大変だと私は思うんですけども ね、はい、で、まあ、勉強している途中には、まあ、覚わらないとか不安だとかですね、いろいろ、まあ、点が伸びないとかありますけども、うん、一番最も苦労したのはどんな点だったでしょうか？そうですね、昨年の2月から、まあ、10ヶ月計画で勉強しまして、まあ、一つの目標はですね、11月の中旬にある他校の、はい、答案練習講座と、あと公開模試、はいはい、それがありましたんで、はい、そこである程度のその、まあ、確信というか、そこを持とうと思って、はい、そこを目標にやってきました。はい、でも実際ですね、答案練習講座2回と公開模試、いずれも30点とか31点で伸び悩んだんですね。でその時にですね、先生に、山田先生の方にメールで質問させていただきました。そしたら先生の方からすぐに回答が来まして、まだまだ伸びますと、とにかく、間違ったところを徹底的に復習してくださいという、言葉をいただきまして、その後もですね、とにかく間違った問題を徹底的にやってですね、最後の1ヶ月間本当に辛かったですけども、頑張りました。で本当になんとなくいけるんじゃないかなと思ったのは、本当に試験1週間ぐらい前に、うん、まあ、市販されている問題集を買って、うん、解いたところ、まあ、34、5、6点を取れるようになってきて、うん、まあ、
それまでは30点そこそこだったのが、まあ、3点4点上乗せできるようになったんで、うん、よしこのままこの調子で本番目指そうというふうにやってきました、はい。まあ、やっぱどの方もですね本試験1ヶ月前で合格ライン超える方ほとんどやっぱいないですね、でじゃあそこからどれだけダッシュできるかっていうところなんですけど、うん、はい、まあ、やっぱりそこで模擬試験点数を諦めちゃう方がすごく多いんですよね、やっぱり。でそこをいかにか乗り切るかっていうのがやっぱり合格の秘訣じゃないかなと思ってるんですけどもね、はい、じゃあ最後にですね、はい、これから勉強を目指す方にですね、はい、メッセージの方をお願いいたします。今回3回目の挑戦でございました。過去2回と大きく異なることはですね、自分がこの試験を受けるということを、周りの方に宣言したことでした。で宣言することで、落ちるということはできないと。で やはりまた頑張れと応援してくれる方がいました。そういった言葉にですね非常に自分で息に感じて、最後まで、頑張ることが、できました。で、こういった資格試験というのは落ちてもその会社をクビになったりとか給料が下がるとかそういうことはありません。だから余計なんていうかな仕事が忙しいとかそういうことを、理由に、勉強を諦めてしまうペースを落としてしまうという人が多いかもしれませんけども、私はですね山田先生が言われた、試験は受かるか、落ちるかではないと、受かるか諦めるかだというその言葉をですね非常に、胸に深く染み込ませて、最後の最後まで諦めずに、頑張りました。これから、受験される方も、絶対に諦めることなく本試験に向かって、最後の最後まで、頑張って、勉強を継続していただければ、私のように本当に最後の 2週間3週間でぐぐっと、成績が、伸びましたのできっと合格の栄冠を勝ち取ることができると思います。どうか皆さん頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。